1992年の日本ハムファイターズでは、1992年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、戸橋正幸が1973年にシーズン途中から後期のみ監督を務めて、以来2回目の監督を1年だけ務めたシーズンである。1981年以降優勝から遠ざかるチームの立て直しのため、 1973年の後期に監督を務めた土橋正幸がこの年から再び就任。19年ぶりに指揮を取った土橋新監督の元4月を勝ち越すなどチームは好スタートを切った。その後5月に借金生活に入るものの持ち直し、1988年以来4年ぶりの A クラス入りが期待された。しかし8月以降大きく負け越しオリックス大 A に、 抜かれて恋に転落。終盤は再会転落の危機に見舞われたが、ロッテの追い上げを振り切って、過労うて恋を死守し,した。投手陣では、広島からトレードで移籍して14勝を挙げた、金石昭人がローテを守り、また守護神には前年対等の白井交渉が控えたが、エースの西崎幸宏が、内転筋の故障に苦しみ、柴田康光も援護に恵まれず、 共に6勝止まりでチーム防御率は3.72から4.20、へ低下。打撃陣は、主砲のマットウィンタースやルーキーの肩を加圧し、ベテラン大島やスノーリの活躍が目立っただけでそれ、以外の選手は不審に終わり、チーム本塁は99本の4位だった。8年ぶりの再開こそ免れたが、9月30日には、本拠地、東京ドームで西部にこの14で敗れ、 森正明監督の3年連続同上げを許す屈辱を味わった。1989年からの B クラスを脱却できないまま、土橋監督は1年で辞任。公認の監督選びは難航したが、大沢刑事球団常務が、大こそオーナーの説得に折れる形で、再び就任した。ありがとうございます。